三角大福とは、佐藤栄作内閣総理大臣、自由民主党総裁の後継の座を、自民党の実力者である、三木武雄、田中角栄、大平正義、福田武雄の4人が争ったことから、各人の名前の1文字を取って表した言葉である。中曽根康弘を加えて、三角大福中と呼ぶこともある。参議院のドンと呼ばれた、当時の茂舟雄三議院議長が、 重げの選挙地盤だった山口県柳井市の三角餅という名家ーーをヒントに三角大福と読んだのが起源ともされるが定かではない。江戸時代中期に当地の藤酒屋という菓子屋が丸い大福餅を三角にして売り出したところ中身は同じで味は変わらないのに目新しさから大当たりしたこととかけて1972年の 自民党総裁選で三角大福の4人が立候補すると同じ自民党で掲げる政策構想はさほど変わらないのに佐藤長期政権に飽き飽きしていたマスコミが4候補の新鮮さに大騒ぎの報道を示したことを表現したとされるが実際には1971年の時点で国会で三角大福中という言葉が登場しており ポスト佐藤を争う5人を指す言葉として用いられていた例がある。田原幸太郎は三角大福という言葉は週刊朝日が広めたとしている。佐藤退陣後の1972年以降は三角大福中の5人の派閥領収が中心となって日本の政界が動いていくことになった。1972年に自民党総裁選では 中曽根康弘が出馬を取りやめ、田中の指示に回ったため、三角大福の争いとなったが、最終的に五人全員が総理、総裁の座を射止めたため、三角大福中という言葉が用いられることもある。第二次、田中角栄内閣の祖閣語邪神では、この五人が、中、三、角、福、大の順に最前列で並んでいる。三角大福中の勢ぞろい第二次、 田中改造内閣の船出にあたって行われた恒例の記念撮影は重要閣僚として入閣した三角大副中が正面にずらりと並ぶ重量感あふれるものとなった。前列左から中曽根通三賞、福田蔵賞、田中首相、三木副総理、太平外賞。1973年11月25日、官邸。三角大副中はいずれも 自民党幹事長を経て、総裁になっている。田中閣営は総理総裁の条件として、党三役のうち幹事長を含む二役、内閣で外務、大倉、通算のうちに閣僚を挙げていた。三角大福はすべてこれを満たしていた。中曽根は、閣僚が通算省のみだが、太平内閣で、増唱ポストを提示されながらも幹事長を要求し、実現しなかったことがある。 その反面、総理の女房役である内閣官房長官を務めたのは大平正義ただ一人である。三角大福は自民党の主要派閥を率いる領収だったが内閣は2年前後しか維持できなかった。その主たる原因は派閥間の怨念と政権欲による利合衆参を繰り返したことで党内構想が絶えなかったことによる。中曽根は 政権前期は二階堂擁立構想などの構想にさらされたが、長老の影響力の低下と選挙の対象によって、長期にわたって政権を維持することができた。自民党の前世紀を支えた4人だが、現在でも世襲で自民に決闘が残るのは、息子の安尾孫の達夫につながった、福田のみ。田中の娘夫婦の牧子、直樹は当初は自民から出馬したが、 後に民主に移籍大平は、娘世代までは、森田はじめが、自民に属していたが、一族から、現在出馬している、玉木雄一郎は、国民民主党。三木も、高橋清子や松崎哲久など親戚で接収し、出馬した党派は、非自民であった。なお、中曽根家の後衛の政治家はいずれも、自民党に所属し、安弘のこの中曽根博文は、 群馬県選挙区選出の参議院議員であり、その子の中曽根康隆は、衆議院比例北関東ブロックの30位群馬1区、安弘が中選挙区制時代に立候補していた9、群馬3区の,区の区域は含まれてないから当選している。三角大副中に関するカテゴリー、ありがとうございます。